はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。新居から初のデッキ紹介動画となりますが、本日のご紹介するデッキはですね、2021年6月、デュエルキング達成デッキ、暗黒騎士ガイアデッキですね。暗黒騎士ガイアデッキっていうのは、まあ、暗黒騎士ガイアがいないんですけど、デッキの中にあのガイアデッキは新しいストラクチャーでね、ゲットできるようになりました。このライズオブガイアっていうストラクチャーでゲットできるようになったこのデッキなんですけども、めちゃくちゃ強いですね。もちろんね、なかなか環境が群雄割拠なんで、まあ、そんなめちゃくちゃなんか大連勝できるみたいな、ぶっ壊れてるレベルではないですけど、非常に強いかったです。使ってみていろいろ構築いろいろね、いじってやりましたけど、非常に強い面が、まず何点かありまして、まず1個目、バトルフェーズ中の効果、これを止めることができる。この走破するガイアで、これ竜騎士ガイアが存在する限り、相手はバトルフェーズ中に効果を発動できないということで、まあ、手札誘発フリーボールとか、ベイルとか、そういうね誘発も止められるし、あと魔法トラップももちろん使えないんで、まあ、これを貼っておくことによって竜騎士ガイア扱いになっているこの竜魔道騎士ガイアとか、天章の竜騎士ガイアとかの攻撃を安全に通していくということができるっていうところがまず1点目。で2点目、安定感、竜騎士へ至る道ガイアロードっていうこのスキルですね。このスキルがめちゃくちゃ安定するんですよ。やっぱりその走破するガイア張れるし、走破するガイアを張ると魔導騎士ガイアと、カースオブドラゴンを、手札に揃えることが簡単にできるので、非常に強力であるということですね。で最後はね、除去がある、要は妨害がある相手ターンに、これ自分相手のメインフェーズにこのカード以外のフィールド上のカードを破壊できるよっていう2600ダウンしてさせて、で2600ダウンしたこのリューマドキシガイアはガイアソルジャーでリリースしてエスケープできたりとかできるんで、これが、ね、安定的に構えることができるっていうのがすごい強かったですね。でそのギミックとしてギミック外のカード、例えば聖杯とか、こういうカードの採用はもうちょっとデッキを絞ってやってもいいと思うんですけど、僕のランク戦やってた感じ、そのガンクセがめっちゃ多くて、ブルーアイズとか、あとハーピー、それからシナヌイあたりがすげえ多かったんですよ、ランク戦で。なんでちょっとね、もう禁止カードになりましたけどこれ紹介する前に禁止カード入っちゃったっていう話なんですけど、局所を入れてました。まあここはね、局所じゃなくて例えば局所ではなく、コズミックサイクロンとかに、するしかないのかなっていう、バックがね結構ね繋がったんだよね、やってる感じなんで、こういう風にするとかですかね。対策としては、普通にギャラクシーサイクロンとかでもいいですけど、相手ターンに除去できた方がいいんで、コズミックサイクロンとか、サイクロンとかをガン積みするみたいな感じですかね。ここはこれなんでこんなに入ってるかっていうと、バック除去が2枚くらいないときつかったんですよ、環境でレジェンドランクなんですけど、レジェンドランク対的に。なんでちょっと青眼とかハーピー分からしたくて、結構2枚ぐらい被りたいなと思ってガン積みしてたんですけども、この局所が取り上げられることによってより一層ねきつくなると思うんで、これこういう感じなんじゃないかなと思いますね。で一番強いのは何かっていうと、このデッキの中でめちゃくちゃ強いのこれです。リュウの鏡ドラゴンズミラー、これが要は融合した次の2体目の竜魔道騎士ガイアとか2体目ガイアとか、要は天章と竜魔道を並べるとかもできるんですよ。だからね、これがめちゃくちゃ強い。で、あと、相手のノンスターとか魔法トラップで、除去されちゃった後にも、トップでこれ引いたらもう一回出せるんで、強いと。で、あとは、打点を戻せる聖杯とかももちろん強いし、あと聖杯は相手の、モンスターの妨害、例えば、バウンサーとかね、ハーピーとか、ああいうモンスターの効果を止めることもできるんで、これはあった方がいいかなっていう。で、今後の話なんですけど、今後は多分ね、サイクロンとかコズミックサイクロン流行ると思うんですよ、バック除去として。なんで走破するガイアね1枚 しか入ってないんで、このデッキそれがちょっと辛いですかね。これデュエル中に一度のスキルなんですよ、これ実は。なんで除去されちゃうとちょっと辛いかもしれない。要はこのハッピーセットも揃えることができなくなっちゃうんでっていう感じかな。その辺を、なんとかね、カオスフィールドとかでカバーできればいいかなっていう感じです。はい。でガイアオリジンとダークフレアドラゴンっていうのがなんで入ってるかっていう話なんですけど、まずダークフレアに関してはこれサーチしてワンキル取れるんですね。
まあ、竜の鏡みたいな感じで墓地から除外するんですけど、カードを、墓地の光と闇を除外すると特殊召喚できるよっていうモンスターで2400打点あるっていうことなんで、これ打点として優秀で、まあ、これサーチできるなんか開闢みたいな感じですね。打点用意できるっていうことなんで、まあ、これ1枚入ってるっていうことと、あとガイアオリジンはすごい相性がいいのが、もちろんこの竜魔道騎士ガイアの打点を戻して効果をもう一回使うとかももちろんできるんですよ、次のターンに。ね、これね、ガイア暗黒騎士ガイアモンスターなんで、例えばね、テルダにオリジンとカースオブドラゴンと、あと魔導騎士ガイアとなんか上級モンスターみたいなのがいるとするじゃないですか。そしたらオリジンと極炎で融合できるんですよ。そうすると魔導騎士ガイアが残りまして、打点がこれで2300と2600になるっていう感じなんで、なんだかんだその打点を用意できるっていうことなんですね、この2体は。だからほら融合できたから、まあ、要は2体を融合して1体にしちゃうじゃないですか。だから横にモンスターを並べる方法としてガイアオリジンとあとドラゴンズミラーが入ってるみたいな。でここでワンキルを取っていくみたいな感じですね。はい、まあ、ちょっと説明なんか出ましたけど、早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。同じで進化した最強ドラゴン、お前の持ち主、よし、サイクロン回る、サイクロン回るといいぞ。待っていたぞ。デュエル、やっぱりね、セイガンとかハーピーが多いとね、もうね、バック除去ないときついんだよね。バック除去ないともちろん勝てないから。ちなみになんですけど、これ融合できないんですよね。このハンド融合できないパターンなんですよ。たまに融合できないハンド来ることあるんで、言うてコーストしかやない。で、これは極炎持ってくるしかねえんだよな。まあでも聖眼ってそんな簡単になんかワンキルしてくることもないんで、ほら、オルタナティブをね出す反動に目覚めの旋律と銀龍がリミットかぼっちゃってできないから、そんな簡単には調和の法殺きついわ。調和の法殺きつい。これサイクロン割ってくんねえから、これ走破するガイア割られたらもう地獄。魔法発動、あ、調和法届け、いやー、ぶん待ってね、いいね、ぶん待って、相手にとってクソがねえ。はいはいはい、強いね、今んところ強いよ、今んところ強い。伏せ何枚ある、伏せ何枚のかでもよるんだよねこれね。で太古の白石で白木レール引いてろ、うん、白木レール引いてろお前。カードを伏せる、2枚か、あー2枚伏せ、2枚伏せ、3枚待て、 OK、 ターン終了か。でこれ多分レール出てくるかもしれないから、レールにこのバックを踏ませる、でバック踏ませてチェーンサイクロンよ。あ、そっち、なるほど、そっちの方ね、そっちいいですよ。でもう一回白きれいる来るよね、太古の白石効果で白きれいる来る、来ない、引いてんなこれ、白きれいる引いてんなこれ。なるほど、それそんだけ、そんだけさ、カードを引くだけ、それはさ、とりあえずちょっと一回サイクロン打つじゃないですか。で天罰、なるほど。で走破するガイア効果、レベル5モンスター見せるしかない。レベル5モンスター見せて、まあなんかなんだろうな、これホーリーライフバリアとかかな、なんか光ってんだよな、ホーリーライフバリア。魔導騎士ガイア、魔導騎士ガイア召喚効果、効果で極炎のカースオブドラゴンを出していきたい。通る通る通る、通らせていただける、マジ融合できる、やった、極炎のカースオブドラゴン効果、極炎のカースオブドラゴンの効果で魔導騎士ガイアとカースオブドラゴンで融合召喚していく。これは竜魔導騎士ガイアだね、こことここで竜魔導騎士ガイア出して、でこれ、ま、え、これなんだろう、ホーリーライバリアかな、ホーリーライバリアのちょっとねめんどくさいんですよね、バトルフェーズ前に発動されるんで若干めんどくさい感はあるんですけど、しかも戦闘で破壊できないんでね、ガイアデッキの一番弱点なんですよ、戦闘で破壊できないモンスター一応ね、竜魔導騎士ガイアの効果で破壊すればいいんですけど、氷ライバリアを全部守られちゃうんで、これが結構辛いかなっていう。天章でいいかな、天章でいい、天章で横にしてぶん殴って、ぶん殴って、爆破してぶん殴って、とりあえずちょっと一回これ、これはね難しいなこれ、一応こうだよな、こうしてこうして
でこうだろ。で、モンスター効果発動、スパイラルシェイバー持ってくるだろ。スパイラルシェイバー持ってきて、で妨害は一応ね、今1枚は除去できるんで、月の書か、なるほど。それだとしたらね、それ極炎かなんかに打った方がいいね。それちょっとタイミング遅いですね。タイミング遅い相手。ちょ、月の書打つタイミング分かんないか、まだ言うて、まだまだストラクチャー実装されてるなんか2日とかだからな、まだ分かんねえよな。俺は絶対これでキングになるからよ。これでキングになってもドヤ顔でこのデッキでキングになりましたって言うからよ。新ストラクチャー強いって言うから。でバトルフェイスか。まずとりあえずこれぶん殴るでしょ。行くぜ。で破壊するんで5200になるでしょ。で5200になってでエンドじゃん。これ殴っとく必要あるか。殴っとく必要ないよな。これ正眼2体出てで融合してきても別に破壊できるし、リーマドクシガヤで破壊できるし、ガイアソルジャーで守備表示できるんで、多分ねなんとなるんですよ。でもシンクロ召喚が一番きついか。シンクロ召喚、まあでも出てきたモンスターを除去すればいいからな。そんなに効きたくないね。まあ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 しょうがないね、まあ、それはしょうがない。でもそれ出てきても別に困るモンスターあんまいないんだよな。ドラッコンバーミリオンくらいか。ドラッコンバーミリオンくらいかな。ドラッコンバーミリオンか、エネアドか。はい。ああ、それか。まあ、それは除去するしかないか。それは、破壊されちゃうんで、それは除去せざるを得ないですね。リーマドキシが、まあ、2600上げといたんで、まあ、一応行ってこいなんですけど、2600ダウンさせて破壊でしょ。で、チューナー除外されてないから回収もできないと。はい。で、こうでしょ。で次融合してくるようであれば、ガイアソルジャーで横にできるんで、まあなんとかなりますね。多分なんとかなる。で走破するガイアがあるからバトルフェーズ中なんか効果発動できないし、いける。多分なんとかなる。俺の手札にはガイアソルジャーがあるぜ。ガイアソルジャーは特殊召喚に成功した場合、相手のフィールドのモンスター、まあ相手のフィールドって攻撃表示モンスターを守備表示にできるぜ。 OK OK で正眼回収で融合かな。融合してくる感じですかね。まあでも正眼がいなかったら融合できないけど、ああ融合できるか。融合はできる。ってことはこれ3体融合のパターンもありますね。多分手札白き霊流正眼融合正眼っていう感じで、あと1枚が多分まあモンスチューナーかなんかだろうね。何らかのもう1体チューナーがいると思います。多分ね伏せないってことは。なんで透けてるから何体融合、3体か。3体融合きた、いいよ全然問題はない。問題はナッシング。なんでかって、ガイアストロジャーが強いからさ、バトルフェーズいいだろ。いいだろ、いけ、暗黒士、ガイアストロジャーの効果、リリースして、ガイアストロジャーを特徴化し、ガイアストロジャーの効果、相手のモンスターを守備表示にすることができるぜ。これで俺様はお前のモンスターを次のメインフィールド中に破壊することができる。なんて強いんだね。やはり、リューマドキシガイアは最強。さあ、どうする。守備表示になったら、再会は。暗黒騎士ガイア強いだろ。お前のブルーアイスがいうドラゴン族よりこっちの竜騎士ガイア過去ドラゴン族の方が強いぜ。どっちが強いドラゴンか分からしちまったようだな。ガイア息してるかい。息してるかガイア。息止まりそうだって。気持ちは分かるよ。察するぜガイア。お前はもう死んでいる。に一にすら神ゲー、神ゲー。おっと、負ければ降格ですか。負ければ降格ちゃんですか。分からしちゃおうかな。これはちゃうわ、こっち先だ。カオスフィールド効果、カオスフィールド、これ結構強いな。ハンドガイシア持ってきて、でスキル発動して、竜の鏡は使うから、極限戻して走破で、走破効果、ドラゴン見せてガイソル持ってくる。これが強いですね。これリーマの騎士ガイア、リーマの騎士ガイア、手札ガイソルっていうことができるんで、これかなり強いです。で、魔導騎士ガイア召喚、で魔導騎士ガイア効果、これ一応月の書はね、1枚とかあっても大丈夫なんですよね。あの2体いるんで、リーマの騎士ガイアが。で、これたまに廃止してね、自分の走破割るっていう、プレイングしちゃうことあるんで、気をつけてくださいね。
極炎のカーソルドラゴンの効果さ、融合効果とさ、魔法トラップ、あ、フィールド魔法か、破壊する効果両方あるんで、よくやっちゃうんですよね俺。まだいまだにね、こうしてですね、でこうじゃモンスターを融合召喚でだ、これで、月の城1枚ぐらい撃たれても別に、あの1体ユーマドッチが残ってればいいんで、こいつらね、どっちが表になってればまあメインフェル中なんか破壊できるんで割と強いかなと。で、相手高校なんで、オーバーフローとかセットできるしてすぐ使うことはできないでしょ。だからこのモンスターを2体処理しないと多分妨害は1回飛んでくるんですよこの盤面で。しかもあのモンスター1回処理してもガイアソルジャーで、リリースして特殊召喚できるんで、しかも守備表示になれるんで、サイバーは結構守備表示にしてしまえば意外となんとかなるって話あるんで、これ結構辛いと思いますね。この盤面は割と返しにくいと思う、サイバー的には。いやー、これ降格させちゃうから、引導渡しちゃうかな、これ僕が。速攻魔法、あ、強いの、やめろお前さ。そう、いやでもね、ソーハ辛いね。ソーハを除去されるのが一番辛い。サイクロンとかゴズミックサイクロンが一番辛いかもしれないこのデッキ。ソーハよ、言うてさ、スキルで貼れるけど1枚しか入れてないから。サイバードラゴン OK、 いや全然ね辛いんですよソーハは。まあ一応バトルフェッド中の効果使えないんで、まあ、あのメインフェッド中にね、あの動いて相手の除去すれば、まあ、サイバー、あ、これ強えなおい。ハンドはなかなかやるな。でコア召喚効果いいだろう。オーバーフローか、オーバーフローでもメインフェル中にね、オーバーフロー割れるんで一応、まあ、なんとかなるかなとは思いますし、オーバーフロー割っといて、オーバーフローサーチでしよう、これで。オーバーフローはサーチしてきて、オーバーフローどっちか分かんないと割るしかないか。伏せ何枚やるかとか、これオーバーフロー割るときつくね。でもあ、選んで、あ、サイバードフュージョンの方か、なるほど。オーバーフロー割んないときついな。オーバーフローセットでされると、メインフェル中にそれ割っといて、次の出てきたモンスターをガイアソルジャーで横にするしかないから、いやこれむずいぞ、むずい、これはなかなか魂。さあどうする、さあどうする、ヘルカイザー考えてますね。まあ、サイバーロードフュージョン1枚食ったでしょ、でなんか1枚もう1枚あるサイバーロードフュージョン打ってくるんだ、なるほど、打ってくるんだ。ほー、それ戻っちゃうけどいいのかな。いやそこね、サイバーなんかサイバーティックオーバーフローサーチしてきた方が俺的には嫌だった。はい、でサイバー強い、あ、なるほどね、あ、ご存知ないリーガーの騎士ガイアの効果ご存知ない、死ぬけどな、それ死ぬし横になるしみたいな。あ、そんな伏せられる、きついな。メインフェーズ終了前か、なるほど、ユーチガイア効果でしょ。いやでもどうせ大したないでしょそれ、月の書とかじゃないの、後ろ割る説もあるけどな、まあいっか、前で後ろ割る説も結構あるんですけど、まあとりあえず前でよくて、でバトルフェイズ入って何もできない、 OK、 OK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 、 でこれでバック除去を引かないと、あーでもそれは強いね、それは強い、さすがにそれは強い、それは強い、どう、これどう、あーめんどくさい、踏んじゃいけないカード来た、1体出していいか、1体出していい、1体出して攻撃表示のやつ戻っちゃうから嫌だから、こうしといて守備表示のやつしかないか、こうだね、こうだね、エンドだね。さあ俺のターン、いい勝負になってるじゃないか。さあどうするヘルカイさん、またコア引くのか、またコア引いたらお前殺すぞ。コア引いてもそんなに怖くないけどな今は。波紋何枚入ってる仮説ですね。波紋のバリアウェイ、ターンしろ OK、 波紋のバリアウェイフォースってクソ気持ち悪いカードは踏んじゃいないんで絶対に。あー、それはね、来すぎ問題は発生してるんだけど、来すぎ問題は発生してるんだけど、まあ、バトルフェーズでぶん殴るしかなくて、もうやめて、 OK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 、 まだ俺のバトルフェーズは終了しないで、これで魔法トラップを発動することはできるようになるぜ、来た神ゲー。勝てばデュエルキング、もう昇格戦2回くらい落としてるから、ちょもう本当にもうやめたい。あ、来た、何の試合よ、マジマジ。待って、カオスフィールド発動でしょ、カオスフィールド発動して、これはだからガイアオリジン持ってくればいいんだな、ガイアオリジン持ってきて、
このターンでワンキルを取ればいい。で竜騎士至る道発動を、サイクロンもいらねえわ。サイクロンいらないだろ、もうサイクロンいらない。で走破で走破効果こうしてでこうだろ。でだ、いやちょっと頼む、誘発。でも誘発なかったらもう勝ちじゃない、これもしかして。てか待って、このデッキ最強じゃない、これ。だってこれ勝ちじゃん、もう。だって相手さ、バトルフェルチュー効果発動できないんだよ、これ勝ちなんだけど。え、強い、強くないこれ。でこれでカーソルドラゴン出してないですか。でこれ竜騎士ガイア扱いなんで、これもうバトルフェル中、バトルフェーズ入った瞬間に相手効果発動できないんで、振り戻しかないでしょ。でオリジン効果使っていい。でこれでオリジン効果使って、でこうすればいいんですよ。こうするともう相手勝てませんから、これ。はい、ほらグリボール投げてみろ、ほら、くしゃ、きた、かきた、これきた、ガイアキングラ。いや長かった、長い戦いだった、長い戦いだった。やったぞこれ、ドヤ顔でツイートできる。俺は暗黒騎士ガイアでデュエルキングになったぞ、きたこれ、しゃー。最後あっさりすぎた。